開催まで5ヶ月となった国体の準備が進んでいます。今日開かれた総会では、新型コロナの5類移行に伴い、すべての会場で人数制限や検温を行わないことが報告されたほか、霧島市では国体を盛り上げるためのお茶がお披露目されました。コロナ禍からの再生と飛躍を象徴する大会となることを目指し、両大会の運営に万全を期してまいりたいと考えております。鹿児島市で行われた総会には、自治体の担当者や競技団体の関係者らおよそ200人が出席しました。総会では、新型コロナの5類移行に伴い、すべての会場で人数制限や検温は行わないとすることが報告されたほか、観覧客の募集が始まっている開閉会式について、定員を超えた場合は抽選で来場者を決めることが報告されました。一方、霧島市でお披露目されたのは、特産の霧島茶が入ったペットボトルです。国体を盛り上げようと、ラベルには薩摩切子の模様や競技日程などがデザインされています。製造する JA アイラでは、この霧島茶を国体までに合わせて12万本製造し、県内外での国体の PR につなげたいとしています。霧島茶というのは全国でも有名ですので、これを拡販していく絶好の機会というふうに捉えております。鹿児島国体は10月7日、鹿児島大会は10月28日に開幕します。